ベトナム鉄道は、ベトナムの鉄道事業者である。総本部は、ハノイ市保安キエムクレズアン街118号に存在し、2003年に設立された。総延長は 2632km であり、内標準機は 222km、3000機上は 292km、残りはメーターゲージである。1881年、フランスのインドシナ総督により、 ベトナムで初めての鉄道が開業した。ベトナム独立後、鉄道総局が設立され、ベトナム国内の鉄道を運営することとなった。1990年、鉄道総局からベトナム鉄道連合になり、権限を中央本部から付属機関に分散し、北部、中部、南部の3つの担当区域に、インフラ管理と鉄道運行の責任を負う形態に移行した。 1995年、上下分離方式が実施され、インフラと、その保守改良の費用を政府が負担する一方、列車の運行とインフラの保守管理は、ベトナム鉄道連合が行うこととなった。その後、鉄道輸送は、ハノイ旅客鉄道会社、サイゴン旅客鉄道会社、貨物輸送会社の3社が行うことになった。鉄道輸送を行う、各3社及びインフラ保守会社の会計は、 ベトナム鉄道連合の会計に従属していた。2003年、ベトナム鉄道公社が設立され、参加に公社の会計に依存する会計依存会社、政府100%出資の会計独立会社、政府株保有会社、本社付属組織より構成されるようになった。また同時に、鉄道事業者を監督する機関として鉄道局が設立された。より、 ベトナム国内の鉄道及び諸形式の輸送及び国際輸送、運輸代理業、鉄道施設の修理と保守、鉄道や他の機械製品のための新車両、設備、部品に関するコンサルタント、調査、設計、製造及び修理など、ありがとうございます。